ニューファンドランド犬はカナダ原産の大型犬で、その優れた水泳能力、友好的な性格、そして印象的な外見で知られています。その歴史、特徴、性格、健康、お手入れ、訓練について詳しく見ていきましょう。ニューファンドランド犬はカナダのニューファンドランド島で長い間漁業労働者として使用されてきました。その水泳能力と救助技術は驚異的で、波乱に満ちた海での仕事に適していました。彼らは大きくて強靭な体格を持ち、優れた泳ぎ手としても知られています。外見的にはニューファンドランド犬は堂々とした存在感と、濃い紐を、大きな足、そして特徴的な首輪のような首筋を持っています。紐は防水性があり、様々な色合いがありますが、一般的には黒、ブラウン、グレー、そしてランドセルと呼ばれる白黒のコンビネーションが見られます。性格的にはニューファンドランド犬は友好的で忍耐強い性格を持ち、特に子供たちとの接触を楽しむことがあります。彼らは穏やかで飼い主に忠実であり、家族との絆を大切にします。ただし社会化と従順な訓練が重要です。健康面ではニューファンドランド犬は大型犬の一環として特定の遺伝的な健康問題に影響を受ける可能性があります。特に心臓疾患や股関節形成不全が問題となることがあります。早期の健康チェックと適切な管理が必要です。美容の面では毛が長いため、ニューファンドランド犬は定期的なブラッシングとケアが必要です。特に抜け毛の季節には注意が必要で、毛玉や絡まりを予防するために頻繁なケアが必要です。訓練においてはニューファンドランド犬は知識欲があり、従順でありながらも穏やかなアプローチが必要です。ポジティブな強化を用いた訓練がうまく機能し、初期の社会化と基本的な従順性を養うことが重要です。総括すると、ニューファンドランド犬はカナダの漁業労働者としての歴史を持ち、優れた水泳能力と友好的な性格が特徴です。適切な健康管理と従順な訓練によって、彼らは家族の一員としての役割を果たし、愛される存在となるでしょう。